今どういう状態なんでしょうか。見に来てくださってる方が3人いるっていうことになってるんですね。なぜ私がそれを言うかと言いますと、公開設定がですね、全公開になってないっていう認識だったんです。なぜかと言いますと、私のやるべきね、確認すべきことが一手間増えちゃいまして、iPad の Facebook っていうアプリで始めまするときにですね、始める段階で公開設定をね、設定も確認もできないっていうね、鬼のような仕様になってるわけですよ。で、昨日も実のところそうでして、で、仕方がないから iPad で始めといて、で、モニターを、パソコンの方でいたしまして、で、パソコンの方で公開設定がどうなってるか。で、昨日はなんとね、自分だけしか見えないっていうね、鬼のような設定だったんですよ。パソコンの画面上から、まあ、自分が立ててるスレッドだから、iPad で始めたわけだけど、パソコンの上からもね、直すことができまして、設定を公開設定にして事なきを得たっていうことなんですが、今日はさっきね、それと同じことをしようとして iPad で始めることができまして、それでパソコンの方に行ってモニターしてっていう時にね、まあ、自分のタイムラインって言いますか、自分が書いた記事スレッドだけがずらっと並んでる画面ってのあるじゃないですか。そこを出してですね、で、私のパソコンの場合は1回目出した時にね、その前回出したところまでしか出ないわけですよ。ですから2時間前に書いた記事とかね、昨日書いた記事とかまでは出るんだけど、今やってる生放送がね、一番上に出てきてくれないわけです。これパソコンを使い慣れてる人にはわかると思うんですけど、なんか前の画面が残ってて表示を早くするために、だからそれを最新の今やってる生放送を出すためには、画面をリフレッシュするわけですよね。リフレッシュっていうことは、そのブラウザーのこうナルトのマークみたいなね、ぐるっと回ってそういう、ぐるっと回ってんのに矢印がついたような、そのアイコンのところをクリックするとリフレッシュされて、最新の、私の書いた記事が一番上に出てくる。ところがね、それをやったらね、固まっちゃったわけですよ。どうしたもんだろうか、固まっちゃったな、でもなすすべもないし、でもうちょっと待ってたらね、そうそう、表示が出まして、今なんとかかんとかでこの画面を離れますか、それとも待機しますかって聞いてきたので、もう離れますっていう方をね選んだらリフレッシュしてくれて、一番上に今やってる生放送ですね、 iPad からやっている生放送が、そのパソコンの画面のモニターにね出てきたって、それを見るとですね、全公開、になっておりました。うまい具合に、大したもんですね。そしてその、でもそこ、それまでに、ね、気がついたんですっていうのは、その iPad の画面にね、この辺にね、指さしたあたり、そのライブっていう、赤い小さな四角に、強風の影響かとかね、通信状況とかね、皆さんね、まあこういう話が出るのはね、もう生放送ならではですよ。こんなのね、録画してやってたらね、こういうとこはみんな編集でいらない話ですけどね、生放送だからこういう話をせざるを得ないし聞かざるを得ないというね、これが面白いといえば面白いし、で、そのさっきの続きを言いますと、このあたりにそのライブっ
ていうですね、まあ、縦5ミリ横10ミリぐらいのね、赤い四角で、その四角い字に白抜きでライブって書いてるね。でその横にね、あの目玉マークがあって、それで数字がね2とか3とかって出るわけですよ。でそこにもう早くもね3とかっていう数字が出ましてね、だから3人の人が見てくれてる、だから公開設定がどうなるかっていうのを確認するまでもなく、少なくともあの自分しか見れない、自分しか見れないだったらね絶対ありえないじゃないですか。で自分が見てる場合は目玉マーク1って出ないんだよね。だから自分だけしか見れないという状態では少なくともないな、まあ悪くても友達だけに見れるということかな。でもまあやりかかったあれですから、その確認しますと全公開にすでになってましたということで、生放送をね始め、そうそう、渡辺さんがね、ダブルさんがあのコメント欄のところにね、あの絵文字を載せてくれますけど、まさにこういうあれですよ、リフレッシュなアイコンっていうのはね、ブラウザーのねリフレッシュ、そうですよ。で今日はね、この哲学と宗教伝師ね、出口大先生、これを私がにわか勉強でですね、20世紀の思想界に波紋の石を投げ込んだ5人っていうことでね、これまで2人やったわけだ。で誰をやったかというと、具体的には、ソシュールですね、それからフッサールとやって、2人やったらねナンバー3もやらないといけないだろうっていうね。いや何が誰かというとね、ウィトゲンシュタインですよ。ウィトゲンシュタインで、ちょっと復習すると、ソシュールはまあ現代近代言語学の祖ということで、猫っていうのはいつも寝ている子だから猫って名前がついた猫の実態と、その猫という音とかね文字とかの殻っていうのはね、あの結びつきはないんですよ。単なるこの猫とかキャットっていうのは記号に過ぎないんですよ、殻に過ぎないんですよ。でそういう記号を使ってこの人間というのはそれぞれの文化に従って、これは黒猫、これは三毛猫っていうふうにね、こう自然にあるもので、それはこうグラデーションでずっと連続してる、これはカツオ、これをマグロね、英語の場合は両方ともツナっていう具合に文化によって切り分け方が違う。でそういうふうにこう世界観っていうのが持ってるのが現れてる、まあそういう形で言語っていう切り口から哲学をした哲学者。それからフッサールもね、非常に言語とね関係があるわけですね。ここにコップがあるということをなぜ確信できるか、そのフッサールがこれ問題にした、その脳はこの頭の頭蓋骨の中のこの真っ暗闇のところにあるわけだから、脳が直接、例えばこの時計なら時計をね感知してるわけじゃなくって、その目で見たその電気信号が行って、その電気信号を落として脳を受け止めるだけであってね、ダイレクトにこう時計を認識してるわけじゃない。だから本当にこの時計が本当の時計なのかなんてね、いうことができるんですか。ところがそのフッサールさんは、まあ隣の人も私と同じように頭があって手があって足があって、まあ同じ人間だと考えられる、まあ私と同じような同じように脳みそを持っているだろうと。でその方もこの時計を見た時に、あ時計がありますねということを言うということでね、そこにこう感主観性、間の主観性で、この方と隣の方の、私と隣の方の間に、感主観性っ
ってるね。そういうことを確認することができるので、確かにこの時計というものはここに置いてあるんだということが確認できるという世界が、まあ確かにある、実在しているということの認識ができる、そういう認識を現象学的還元ということで哲学を確立させた。でこれもね、この出口先生の手にかかるとですね、20世紀の哲学者っていうのが、それ以前の哲学者に比べるとね、小粒だっていうわけですよ。で出口先生はカントとかヘーゲルというのはもうアルプス山脈とかエベレスト並みのね、大山海であったけども、20世紀にはそういうのは出なかった、ね、なぜかというと自然科学がむちゃ発達したから。もうどんなことでも自然科学の見地からね解き明かすことができるようになったんで、その哲学者っていうのは奇想天外なことをね考える。出口先生のお言葉ですよ。哲学者っていうのは奇想天外なことを考える人たちなんだけど、そういうことを考える余地が自然科学のおかげでなくなってしまった。だからカントとかヘーゲル並みの大哲学者っていうのは20世紀はまあ出れなくなった、ね、それでも5人挙げるなり30人ぐらい挙げるなりっていうことはまあできるので、まあ、5人今回挙げるとすれば、まあ、第1はソシオル先生、第2番目はフッサール先生ということでね、これがこれまでのこう復習であったわけですけども、で3人目がですね、ウィトゲンシュタインですよ。これでまだね10分ぐらいあるんですよね。で題が「語り得ぬものについて人は沈黙しなければならない」と語ったウィトゲンシュタイン、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン、うん、代表的な著作があって、一つは1921年に出された理論哲学論考、ね、それからウィトゲンシュタイン本人が死んだ後に出された哲学探求、だから自分が書いた本ってのは一冊しかないわけで、二冊目は弟子たちがね書いたというね、うん、で彼の哲学は前期と後期で大きく変化する、うん、そしてソシュール同様言語学と哲学の関係について重要な提言を行っている。まず論理哲学論考、論理哲学論考、これは彼本人が書いた本からちょいと説明しますね。これ出口先生もねすごいよね。でこれ文の最後にね、読むべき本でいいのはね、日本語だったら、理論哲学論考、公文社古典新訳文庫と哲学論究、ね、岩波書店がありますってさらっと書いてるけど、ちゃんと自分で読んでるっていうことだよね。読んだ上でギューッと圧縮してね、エッセンスで言ってるわけでね、まあすごいこの人、まあ頭もいいし権威があるというべきかね。でも出口先生、ウィトゲンシュタインは言葉は世界の写真であると、ね、例えば海にカツオが泳いでいると言葉を用いたら客観的に言葉で写し取ることができる。だから世界っていうのは言語、言葉によって写し取られた、ね、で私たちが認識している世界というものは言葉がなかったら認識できませんよということをウィトゲンシュタイン、だから今ではそういうことは当たり前のようですけども、ウィトゲンシュタインが非常にそれをはっきりバシと言って哲学として確立された。でみんなそうだよね、だからすごい、まあ私たちウィトゲンシュタインに影響されてるわけですよね、うん、そういうふうに考えるときにウィトゲンシュタインは言語には2つの性格がある。一つは日常言語、おはようとかこんにちはとかね、さようならとかごきげんようとかね、普段の会話に出てくるやつで、でもう一つは科学的な言語ね、というふうに分けて考えた。で雨が降りそうだと言ったら日常言語で、海でカツオが泳いでいますと言ったら
まあ世界の真実を写し取っている合理的な言葉、科学的な言葉である。で、科学的な言葉の方が重要なんだとご本人が論理哲学論考を書いた頃には考えてた。ところがそこからですね、もう一方彼自身の考えが進んでね、この日常言語も結局ね同じようなことじゃないのか、だ当然そっちの方に行きますよね、真剣に考えればね。どこに境界線があるのか、どこがね科学的言語で、どこからが自然言語なのか、どうやって見分けるのって考え出したら、当然そういうことになるのは私でも分かることでね。でそのここでちょっと、まあ私的にはね、ちょっとよく考え、ニーチェは神は死んだっていうことを言ったけど、そういう言葉は何を写し取ってんのか。で、それに対してウィトゲンシュタインは、語り得るものについて人は沈黙しなければならないと言った。ね。そのウィトゲンシュタインは神の存在だとかね、あるいは神は死んだみたいなね、言葉を、まあ事実としては認識し得ない。そういうことは分析するということに自体にね興味がなかったそれは科学的唯物論的な発想であるという出口先生の解説ですね。加えて倫理の重要性、ウィトゲンシュタインは倫理ということの重要性を認識していたので、語らないという倫理的な態度、語らないという倫理的な態度があって、ニーチェさんが神は死んだって言ったことに関して何のコメントも加えないということになっているのではないのか。ここは私自身がちょっとよく分かんないところでねこういうことを考える人は、まあ、考えてみてください。はい。そしてビートゲンシュタインはその自然的言語っていうのと科学的言語っていうのは、まあ、格が違うっていうか、科学的言語の方が格が上ですよ、大ですよって言ってたのが、いやそれはちょっとおかしいんでねって自分で思うようになって、この元気そうでよかったねとかね、でまた雨が降りそうだね、でこれはまあ挨拶言葉、日常言語ってビトゲンシュタインさん軽く思ってたんだけど、だけどそれを言う文脈っていうことに思いを致すと、だから傘を持っていってた方がいいよということを話者は言わんとしてるのかもしれないね。あるいは、雨がなくって野菜が枯れそうだったからね、雨が降って助かったねということを言ってるのかもしれない。だからその自然的言語って言われてるような言葉でもね、言語は使用することによってで初めて意味が確定する。だから傘を持って行った方がいいよっていう言葉、あるいはおはようございますとか、あこれにてさようならっていう言葉を言うときに常にね、だけど昔の哲学者はそういう発想をしてたわけだ。なんか一つの実体ということがあったり言ったりっていいのかな、ちょっとねこの解説は怪しいですね。だけどウィトゲンシュタインはその言葉は使用されることで意味が確定する、文脈が大事だ。そしてウィトゲンシュタインは言語ゲーム、ゲームってニンテンドーが出してるゲームですよ、百人一首もねトランプもカードゲームですけど、そういう意味のゲームですね。言語ゲームっていう概念、考え方を、まあ、考案してくる。で、それは、まあ、彼が死んだ後に出された哲学探求の方に、まあ、お弟子さんたちがね、まあ、活字にしたわけですけども、まあ、ゲームっていうのは、それぞれにルールがあると。51には51のルールがあると。ね、百人一首には百人一首のルールがあると、ウノにはウノのルールがあるとね。で、一つのゲームに強くなろうとしたそのルールと用語ね、に強くならないといけないね。人間はそういうゲームと同じように
まあ、一つの生活圏だとかね、あるいは職業において、そこで使われている言葉ということ、そのルールに習熟してないと、その言葉が自体が使えないですよね。そういうふうに言語が持っている具体的で多様な姿、ね、大工さんの世界には大工さんの言葉というゲームがあると、ね、弁護士さんには弁護士さんが使う言葉のゲームがあると、ね、牧師さんには牧師さんが使う言葉のゲーム、いわばゲームがあると。そのルールとかその用語を理解してなかったら、同じ言葉を言っても、芸能界でおはようございますって言ったらね、一般の世界でおはようございますっていうのとね、意味がちょっと違うわけですよね。あるいは京都のに古くから住んでる方のお家にお尋ねしてね、ぶぶ漬けでも食べていきまさ、いきなはれとかって言われた時にね、全然ルールが違うわけですよね。それを言語ゲームと呼んだんだ。で、あとね、2分ぐらいでね、で、ウィトゲンシュタインに関する解説の本とかね、これまで読んだことがあるんだけど、私はそのゲームっていう言葉をね、割とその出口先生が書いてるような意味なのかなと思ったらね、すごいその本の解説が難しくってね、そういうゲームという意味じゃないんですみたいなね、そうじゃなくってね、もっとああでこうでとかでゴージャラね、いいですね。出口先生はゲームっていうのはね、まさに51には51のルールがあるとね、七並べには七並べのルールがあると、それと同じようにそれぞれの職業圏とか生活圏において言葉が使われてる、それぞれルールが違う、使われてる用語が違う、そういう意味で、言語ゲームという言い方を、概念を私は出してきたんだというふうにウィトゲンシュタインさんは言ってるんだ。非常にね、分かりやすく言ってくれてね、あ、私のそういう理解でね、正しかったんだというのでね、よかったなと思ってるところですよ。これでもう23分になっちゃってね、規定の時間になっちゃいましたんでね、ちょっと尻切れとんぼなんですが、これでですね、でお聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げつつ、今日の生放送これにて失礼させていただきます。今日7時から再びございます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。